ははいこんにちは今回は、えー、KSC から発売されていた SIGP226R システム7ご紹介したいと思いますでこの製品にはですねあの最初からフ具ーグのラバーグリップ付きというのが、まあたい文句になって販売されていました箱はこんな感じですね こののの世代のものです持ってらっしゃる方はねこれでピンとくるかなというふうに思いますシステム7と書いてあるねこういう感じですねここにあのラバーグリップ付きですぜと,と書いてありますねで材質はヘビーウェイトですねそれなりに重いですで比較のためにですねシステム7以前の ABS モデル っ出したんですけれどもちょっとガス漏れしちゃってましててねガス漏れっていうのと違うな多分あのピストン周りの、えー、コンディションの問題だと思うんですけれども生ガス吹いちゃうんでちょっと作動はできないんであの外見の、えー、比較だけちょっとゲストで登場してもらおうかなと。で直したら USB のコンパクトと同様にですね、えー、独自に1回これは設ける、えー、価値があるかなというふうに思っていますんでその時また改めて。 で、例えば刻印とかはですね、こういう感じのものです。それとバレーチャンバーの脇はこんな感じですね。と、ここと。で、ここの,あのシリアルナンバーはですね、例によって1台一丁一丁違いますよということですね。そのあたりはですね、こちらも全く一緒です。 こんな感じでこんな感じでこんな感じですと。でいろいろと見てみてどこが違うんだろうなと思ったんですけれども、まあ、まずこのグリップですね、えー、とまるであの粗めの布やすりみたいな感じのがついてきてこれ細くて非常に握りやすい、えー、グリップです。宝具の方はですね全体的に丸っこくてですねなんかこう <laughs>。 丸田んぼとは言わないんですけどなんか、ね、棒丸棒を持ってるようなイメージでね、まあ、それはそれで悪くはないんでしょうけれどもねもうちょっとなんか一工夫欲しいかなっていうところはこうありますよね、まあ、あの握り心地っていうのはもう人のそれぞれですから何とも言えないですけれどもあと違うのはですねサイトですねえっ、ー、と見てくださいこの昔の旧モデルの方がですね えとドットがですねまん丸くて大きいんですねこう表に出るようなはみ出るぐらいに大きいんですよね。でシステム7の方は控えめにちょうどねこの上の部分がですねこのドットを日差しにで隠すような形になってちょうどこう手をかざしてみたような感じで多分屋内での視認性は良くなっているんじゃないかなと思います。 で、上から見たときのですね、感じもちょっと違うんですよね。はい。フロントサイトも同様です。旧モデルの方が、やや丸が大きいですね。どうでしょうわかりますかね。そんなところぐらいですかね、大きな違いっていうのは。操作感としましては、例えば、えっ、ー、と、デコッキングなんかに関しての、 挙動はほぼ一緒ですねで、まあ、もちろんヘビーウェイトと ABS ですから重量はまあかなり違うんですけれども、まあ、100g ぐらいの差でしょうねちょっと比べてみますか、えっと、まず今回主役のシステム7ヘビーウェイトマガジン込みで897円 マガジンを抜くと602ですねで旧モデルの方はですねマガジン込みで795、まあ、そこそこ重いですねやっぱりマガジンが稼いでますよねでマガジンを抜くと510と、まあ、そのぐらい今1 0 0ムぐらいですかね差が出てますということになります でど,どちらもですね、ホップはですね、例のあの、ダイヤルグリグリですね、あのこれでレバーでこう調整するようなものになっています。実写結果はこんな感じになりました。えー、っと、5メートル、丸いの0.25グラムの玉を使って、この辺に5メートルで集団しています。 もうほぼ十分ここを狙って時々ここにちょっと外れたのはまあ私の打ち方の問題だと思いますけれどもかなりあの集団性はいいと思います。でホップはですねゼロではなくてですね全体を5段階だとしたら1から2ぐらい効かせて打ちました。5メートルですで気温はそんなにあったかい日ではなかったのでまあ20室温が23度から4度の時がまあこんな感じと。 ということになります打、まあ、っていて十分楽しい、まあ、よく当たる銃だと、えー、つくづく思いました丸、えー、さんのものに比べると確かに、えー、10m 超えると、えー、KSC んの、えー、ホップもですね荒の方向にちょっとそれていくんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、1 0メートル以内であればですね十分互角にモデルによっては楽しめるということが、まあ、はっきりまた分かりましたと。 で多,分です多分なんですけどこれ記憶なんで当てにならないんですけども旧モデルの方がよく当たったような気がするんで、まあ、早く直してやらなきゃなっていうふうには思っていますではちょっと空打ちをシステム7の調子良さ味わってみてくださいいきますこんな感じです どうでしょう非常に軽快なブローバックですね。あの、旧モデルこんなにはパンパン動きません。ポシャンポシャンって感じになっちゃうと思います、比べると。で、システム7の方が確かにね、迫力はあるんですけれども、先ほども申しましたように、実写性能においては、旧モデル捨てられないなというところはあると思いますま。私自身はねあんまりその きめ細かくそのあれがこう違うこれがこう違うっていうのをですね追いかけられるほど知見もないし正直このモデルにも申し訳ない入れ込んでなかったんでねあんまり細かいことはわからないんですけれどももし他にも違いがあればですねご指摘いただければなというふうに思いますで旧モデルの箱はこんな感じなんですねでカタログがですね いけねえまたはがきを出し忘れてたな今更出したら怒られますかねカタログはこの世代の頃ですねこのガバンが出た頃ですね結局ねあのいくつか安全上の問題があって結局カタログ落ちて落ちしてしまったんですけれども非常に残念ですよねこれも握り心地素晴らしくよくできたモデルがあのエアなんでしたねこの世代の時のが旧モデルですね で、えー、この取説の中にですねここがいいんですよ今後もバリエーション展開が予定されていますということがですねわざわざこう書いてあるっていうねすごいですねでいろいろ丁寧な説明があって最後の方にまたこのうんちくが、まあ、素晴らしいですよねあのここをもう少しねあのもしかしたらその カタログっていう形でですね全機種分この部分集めたらどうでしょうね KSC さんなんか一つそれ小冊子であのリーズナブルな値段だったら私買いますよきっとあの全国のおっきいお友達も小さいお友達もなかなかいいんじゃないかなと思いますねでこれが新型の方の説明書になります随分ビジュアルが変わってますねでここにもですねバリエーション展開 考えられますってことなかなかこの文言にこだわっている必要性は何なんだろうということでですね、まあ、なかなか面白いですねはいでこちらも最後に、まあ、こういう形でちゃんと多分ほぼ内容は一緒だと思いますよねこれが入っていると、まあ、ですからこの取説ねやっぱりあの力入れて作ってくれるところのは嬉しいですよね まあどこのメーカーさんとは言わないですけれどももうガバシリーズ全部使い回しとかねそれはちょっと寂しいなやっぱりあのこういうコレクションっていうのはですね何兆も持ってる人もいればですねもう本当に一回限りで一期一会でですね例えば KSC さんの銃はこの1兆しか持ってないよっていう人もいるわけですよねそういう人たちがやっぱりより自分の趣味とか自分のコレクションに愛着を深めるためにはですねこういううんちくってたまらないんですよね。 昔 MGC ははそののの総合的な戦略で成功したと我々の世代の多くは知っていますやっぱりねあのそういうところにねお金をかける力を入れる簡単に言うとですねあのハートフォードさんの,あのマニアック100シリーズの紙切れ1枚でもいいんですよやっぱりそのメーカーさんの思いみたいなものがですね、えー、どんどんこちらに伝わってくるとですねやっぱりコレクションする楽しみっていうのは増えますんでね よりその製品が愛され、まあ、結局新製品を出した時も受け入れられやすくなるということでこれからもそのあたり頑張っていただきたいなと思っております。ではまた。